けまして、おめでとうございます。はい。はい。今日から2014広報番組、はい、子供月うさみと2013、2014広報番組始まりました。はい。あずみです。みなです。よろしくお願いします。ほら、厚み手がでかいって。2014年に迎えたね。ここだよ。そばが。椅子ね。あ、はい。迎えた。あ、迎えましたね。これぐらいだな。はい。アーカイブいいか、ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。今日はね、本当は配信する予定じゃなかったんだけど。はい。私と厚みがやる気でいたので。そうそうそう。そうそう。いいこっちゃ。はい、あの挨拶も、あの新年の挨拶も兼ねてやらなければね、はい、2014年最初の番組ですね。そうですね、そうですね、そうですね、おめでとうございます。よろしくお願いしまいます。だってお願いお願いします。はい、ありがとうございます。はい、ところでザカさん、こんばんは。こんばんは。はい、はい、まだまあじゃあ新年のまずはあれじゃない、はい、ウパ散歩も今日ないし、はい、まず豊富じゃない？去年を1年振り返ってみて、あ、サープロデューサーどうもです。お疲れ様です。お疲れ様です。はい、ケース生は生涯休みはそこそこに本日から募集に取り組んでいます。はい、1年3年経て突き進みます。もうほら、さすがプロデューサーらしい。明けましておめでとうございます。高校受験を控えたケース生は正月休みはそこそこに本日から模試に取り組みます。私も今からの1年、さらに進みます。ということ。はい。では。君らは今年の抱負ですか。いいよ。まずね、番組的にはね、この、高校、まずは受かる、まあ合格した、するじゃんね。で、とりあえず今、広報番組、あれ、あ、間違えた、2013広報番組になっちゃってる、タイトルが。まあいいや、ごめんなさい。2014です。2014です。14です。平成26年ですか。はい、26年です。26年ですね。そうそう、何を聞いてるんだろう。何言えたか。あ、今年は卒業するじゃんね。そしたらもうライブとかもそれぞれが、やっぱりもうリナはリナらしく、でアズはアズらしく、でたまにはまた2人でやればいいとは思うけど、基本的にはもうそれぞれがそれぞれをやっぱり安住は安住らしく、安住の世界観やっぱり作んなきゃいかんと思うな。でリナはもうリナでリナの世界観みたいなのを作って、で意味で競い合ったらいいと思うね。でその中にはあとイーストビレッジもいて、まあ今回シンガポール行ったメンバーだよな。アズ、リナ、でイーストビレッジがどうやってその羽ばたいていくか。で、アズと、あのね、マイカとメイもね、やっぱり今度は逆にシンガポール狙ってきてるの。当然行きたいよな。マイノリティのことをテーマに。で、逆にディナーとアズミも、マイカらが今これから月一も東京でのライブが決まるわけよ。そしたら春休みを利用してとか、逆に日曜日だったらもうついていくぐらいの気でな。で、そこに自分たちのそのチャンスとかを掴んでいかなきゃいけないな。で、マイカらはね、やっぱり行って、オリジナル曲の大切さをつくづく思ったっつってるよな。だからまずはディナーとアズミに関しては子供地球サミットから誕生したわけだから、子供地球サミットのオリジナルをまずは全部歌えるようになればいいよな。で今年はなおに俺プレシャスワンも英語ちょっとお願いしようかなって思ってるわけ。あれかっこいいと思うよね。でそれとは逆に今度はディナーも高校決まったり、アズが決まれば今度は自分たちのやっぱ世界観を作ればいいよな、もっともっと。はい、っていうのが、はい、僕からね。はい。あれ、堀さんからいただいたミニ門松を準備中。ただいま、以前に堀さんがいただいた。あ、これ去年もありましたよね。すごーい。すごい。え、すごーい。じゃーん。え、今年も？はい。うん。前のやつ？うん。すごーい。じゃーん、すごーい。かわいい。門松です。門松です。これでもすごいよね。かわいい。置いとこよ。はい。うん。あ、アップする？いいですよ。はい。はい。だん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 アップです。ベン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 。すごいカメラワークだ。はい。はい。土地マークがついてるし。門松です。
門松です。堀ちゃんありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。堀ちゃんさっき合宿にもいいねをしてきてくれてるよ。お、すいません。はい、ございます。ございます。ではいいですか。あ、じゃあ OK、はい、じゃあ抱負を一つ、はい、いきますか。どうぞ。はい、はい、どうぞじゃあ、私から名前の順や赤堀、はい、赤堀番号順で、はい、番号順ではい、はい、Facebook などでも結構と言わせていただいてるんですけど、私の夢が、世界に通用するアーティストになるということで、今年は、本当に、義務教育も、今年は卒業するので、もっと自由に、やりたいことを自分でやっぱ掴まなくてはいけないので、KC ってそういう意味で分かりやすいな。高校生と中学生の差、ね、めちゃくちゃあるもんな。もうね、悲しい。二次会ももう親が OK 言えば二次会ももう全部朝まで起きてたからな、あいつらなあ。義務教育との、はい、このギャップは激しいな。なので今回卒業するので、うん、その自分でしっかり、掴みに行って、今年はその自分の力でその世界も、いけるようにしたいなと思ってます。はい、脚本とかリズムとかいろいろに挑戦したいと思います。おー、それも、はい、いいね。で、あずみ今 LINE 物語を、はい、脚本でもう1日からだろ、翔太と。はい、すごいね。すごいですね。はい私はですね、はい、今年はなんか一番、今年じゃないわ、去年は、はい、2013年は私が生きてきた15年間の中でやっぱ自分にとって一番意味のある年だったなと思ったので、病気のことも前向きに考えながら、もう別にポジティブなんですけど、前向きに考えながら、やっぱ自分にしかできないこともあるので、そういう病気で苦しんでる子たちに勇気を与えるとか、そういう自分にしかできないことを見つけてそれが実現できたらいいなと思ってるし、うん、やっぱりあずみと一緒で高校に行ったら義務教育は終わるので、うん、まあ学校に行って、でもう歌とかのダンスとかの練習に励んで、そうだな、あとはギターも、うん、やりたいし、リズムだってあそこに入りたいって毎回思うし、うん、なるよね。はい、だからそこを頑張りたいなと思います。はい、あ、キンバさんだ。こんばんは。あ、おめでとうございます。そうだね、はい、一番楽しいのは前戸さんが巻いたところもそうなんだけど、そぼな、ぼ音楽業界も、もう高校生になるとね、やっぱりライブハウスとかももう自由だったし、逆にギャラももうどんどん奪うように、ね、逆にもう本気で人ファンがこの田舎からでもさ、こうやってユーストリームもそうだけどないっぱい広がってってさ、どん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 1000人会場満席にディナーのやつを見たい、あずみのやつを見たいとかな、それが5000人7000人になると武道館が待ってるわけだよ。でも武道館よりも俺がお願いやってもらいたいのはあのドリアホールあーあー、そうそうそう、見せてあげる、そのはい、チケットね、はい、チケットっていうかね、ドリアホールのハズとディナーに見せてやろうと思って。はい、家ちょっとつないでください。はいはい、ドリアホール、ドリアホール、ね、シンガポールにある一番大きいホールですよね。休憩の時も、あれ、休憩の時も、休憩時、そのそのコンサートの休憩時にもそのパフォーマンスを、あれはね、休憩って入る時、お客さんが来る時、これね、ほらパンフレット、あ、もはい、はい、じゃん、ここが客です。あ、逆じゃないんだ。あ、そうだよ。こうかと思った。うん。そうです。はい、まあ夢広がるよね。じゃん。そう、ここでライブを誰が一番先にするか。はい。それをね、本気で一緒にやってもらう。目指すはここです。うん、そこからどんどん世界もあるよ。そうですね。いや、どこ行きたいじゃん。うん。まあもちろん日本もな、頑張ってな、行けるように。はい。で、今年の大きなもう一個はね、
藤沢ホールの宝塚歌劇団のコンサート、はい、CM でも CM とかもやっていこうという計画、なんかおばあちゃんが話してました、宝塚が来るんだって。そう、やっぱりあ、それや、私じゃね、おじいちゃんおばあちゃん、そうそう、おじいちゃんおばあちゃんも絶対喜ぶからさ、アズとかリナにとったらすごいな、親孝行になると思うな。すごいですね、うん、でそれのオープニングアクトをまず務めてもらう。ただそれも、はい、もうアズとリナの世界観をな、もうバラバラにしたいの。だからアズがやっぱり似合うファッション、今一緒にやってる限りは同じユニフォーム着たりとかするじゃんな、あ、ユニフォームと衣装な。でやっぱりアズもうこれからはアズミはアズミらしくとか、リナはリナらしくを、まあ、どんだけな、自分たちの世界観を自分たちで作っていくかってことが一番大切かな。で、あの必要、絶対必要条件は一緒にな、あの英語歌C はまだ日本語で書けるしかないけど、それをナオとかな、イーストビレッジが英語にしてくれる人もいるし、やっぱり今度は会話だな、海外行ってもう自分たちではネイティブに英語だけはな、できるようになりたいよな。それか、はい、そうですね、英語やっぱ喋れなきゃ、海外はまずは英語ですよね。ケイ頭あるんじゃないか、明けめしてこれ間違えただけだよね。うん、多分きっとうち間違いでしょう。ケイヤ様とるぜ、明けめしておめでとうございます。おめでとうございます。はい、はい、これケイヤにもね、ちょっとね、運動神経良さそうだからね、リズムやらせたいんだよね。明日話を。お、うん、はい、せっかくだから慣れてきたらかっこいいよな。リズムチームちょっと作りたいよね。うん、よし、ケイヤ明日そういう話しよう、ライドさんとな。で、あと、あ、エドさんとね、翔ちゃんはね、ちょっとね、シンガポールのさ、年越しイベントってあったじゃん、あの、ああ、うん、あれさ、YouTube に上がってて見たんだよね。もうやっぱりさ、かっこいいっていうかね、やっぱ最新の技術で、紅白久々見たんだよ、伊藤さん。だからパフュームとかさ、うん、あの衣装に照明当てたりとか、うん、シンクロさすとかね、やっぱり最近の一番新しい技術っていうのはもう全然わからなくて、で翔ちゃんね、これどういうことだろう、どういうことだろうとか聞いてたの、照明とかレーザーとかは、ね、伊藤さんも最先端の、もう日本に初めてレーザーっていうのが来た時に、まあ、あるレイっていう照明屋があって、東京にそこの人たちと一緒に演出を開発したりとかさせてもらったの。でも今見てたらパフュームのやつかっこいいなと思ったんだよ俺、 NHK、うん、とあと車幕って言って幕が降りてきてそこにダーンと当てて立体に見える世界とかをジャニーズ系のやつらがやってたのかな。であれをもうね、翔ちゃんのね、積み立てしてね、もう大晦日は必ず世界中のなんていうかな、年越しイベントを勉強でな、見に行きたいなっていうのがちょっと私夢になった。ああ、いろんな意味でお前らはそれを出演できるように頑張ってな、目指したらいいけど、伊藤さんやっぱ演出なんで、その勉強したいなと思ってな、いろんな世界のまあ一線のものをね、翔ちゃんとちょっと話してた、うん、いろんなもの見て回りたいなと思って、それを毎年の楽しみにしたいなとか、うん、で世界がすごくもっともっとな、去年アズトリナも言ってくれたから、もっと身近に感じれるように、で今日もあのあやちゃん、久保田あやちゃん久々来たじゃん、うん、あの来たのな、なんであのさっき喋ってたのアズトリナ、みんなすごいって言ってた。でね、一番ね、まあある人からも年賀状送った後に、あのやっぱり信頼の関係なんだけど、さあちゃんのとこに手紙が来てな、みんな子ども地球サミットのみんなすごいって言って、あのブレないって言って、うん、まあ要は世界目指してたい、ね、実際にこうやって一緒に行けたじゃんな、でこれからもっともっと点打っていこうっていう形でこうやって実現していってることがすごいって言ってくれて、まあそれはね、俺一人にね、やっぱりプロデューサーだと思うな、うん、さあちゃんとかな、清水さんだが、トリニティがやっぱり、うん、すごいと思うね。今沢さんが、うん、リナにしかできないこと、もし病に苦しみ自ら未来を閉ざしてしまっている人がリナがステージをで輝く姿を見て元気になってくれたらすごいことだよね。体調に気をつけながら活動していこうね。はい、本当に夢だけにならないように実現させます。まあお前でも、はい、負けん気だけは強いからさ、今の場合はそうやって言っちゃうと追い込んでいくタイプだもんね。はい、うん、そう、まあそれだな、お互いそういうことができていけばいいよね。
あずみは今すごい顔して次あずみはって感じで、あずみは世界に通用するアーティストになるべくイーストビレッジからしっかり英語を学ぼうね。はい、うん、俺ね、あ、うん、あずは本当に今リズムがもうまず来てるじゃん、うん、であとあずにとったら、まあ、あの C かな、C とか作品をどんどんオリジナルを本当作れる力かな、やればいいなと思うな。で英語な、一個それは二人の共通かな、とりあえず英語だけはやろうよ。でその次にあのキムドクスが言ってたみたいにスペイン語って言った、次はスペイン語やれと、そしたらアフリカとかヨーロッパとか行けるから順番まで言ってくれてたよ、ドクスさん、うん、でもな、少女時代が何カ国語も喋れるぐらいに一個マスターすれば多分いろんな意味で掴むんじゃないかな、興味持ってな。でもやっぱ外国行くと違いますよね、うん、なんか直接本物と、うん、あの本当の外国の人と話す機会があるって、絶対喋らなきゃいけないから、なあ追い込まれるよね、うん、なんか知ってる単語つなげて喋らなきゃ伝わらないからって考えると、そうだね、やっぱりそういう風にね、脳がやっぱりそういう風になるよな、うん、だってとりあえず喋らなきゃいけないもんな、あれやっぱり1週間ぐらいずっと会っていたらさ、耳も慣れてくるんだ、やっぱり不思議なもんだよ、耳には慣れるんだよね。まあでもよく言ってた、お前らもよくやったよね、いろいろありましたが、じゃあね今日はね、はい、まずは、はい、今日はね、おしょっぱなからいっちゃいますか、勉強を、あのボスを、今日は実は模擬試験合宿じゃんな、はいはい、だからボスをまずね、このカメラをちょっとだけした、自分で座りながらこちら、これだ、これもうちょっとした、いいっすか、もうちょっとした、これカメ、これ向きだよ、え、それこれじゃなくて、それそれこれでしょ、下行ってるよ、行ってる、もうちょっと向き、向きカメラの、あれ、え、あれあれちょっとすいません、いいや、じゃあまずボス呼ぼうか、はい、あっすみー、はい、多分これ見てれば来ます、うん、カメラがあるよね、はい、来ましたね、はい、来た、はい、まずいいよ、じゃあボスは座らすから、ボス座って、わあ、おはよう、おめでとう、おはよう、おはよう、おはよう、明けおめ、寒い、はい、で、ほら、あれあれカメラ止まってる、怖い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 、人がいるのに、ほら動いてない動いてない、怖い、あ、わかった、意味が全然動いてない、こっちがっていうことは、今日はこのカメラが壊れてるんで、一緒に、一緒、真ん中、はい、どうぞ、はいどうぞ、はいどうぞ、で清水さんにカメラを、あ、まあ、いい、大丈夫、ああ微妙な位置、あ、総出さんお疲れ様です、こんばんは、お疲れ様です、カメラがバカになっちゃってる、たまにあるんだよ、やばい、じゃあダイエットが、ボスは頑張ろう、一緒に頑張ろう、あ、まずお前の抱負や、抱負、はい、あ、ここですね、真正面です、皆さん明けましておめでとうございます、ありがとうございます、あ、叩くんだ、あ、はい、皆さんこんばんは、こんばんは、抱負はですね、はい、とりあえず受験に受かって親孝行します、はい、はい、待ってください、頑張ります、ここ行ったら何すんの、ここ行ったら何しよう、うん、なんでも、何、軽音部入りたいから、ああ、軽音な、今度はな、もう水部じゃなくなったんだ、軽音の方なんだ、今度は水部がない、ないんだ、行こうと思ってるとこ、はい、でもお前軽音の方が似合ってない、うん、似合ってる、ギャー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 そう、水部だったらエネルギーがなんか余ってるんだっけ、そんな頭見切れてるんだけどこれだとですね、ちょっと、もう少し上にカメラ上げても、ねえ、そんな体勢で歌うのきつくない？っていうか、アズの、あ、なんか一緒に座れば、一緒に、はい、あ、やっぱり、はい、ありがとうございます、大丈夫？めっちゃケツ落ちそう、昔のザカさんとかの年代の人が喜びそうな曲を、はい、歌えるかな、コピーを売るっていうことをテーマに今日は、あ、はい、コピー、はい、昭和、それ言っちゃダメだよねいや、好き
なんですよこの曲が。そうそう、昭和歌謡。これはみんな好きだと思う。知ってんのこれ。え、ドラマやってたよね。そうなんだ。違う、違うやつ、うん、あ、変わったの、また遅れてるもん。違うぞ、さよならはです。うん、そういうドラマあったよ。え、ある、本当、長澤まさみがやってたやつ確か。じゃあそれさっき、さっきのセラフの方じゃない。あ、あれ歌わないの。これか。セーラー服って感じ。あれでもキーがちょっと変えたんだ。高い。どうやったらいいか。低かったな。1オクターブ下は。どうしたらいいかな。さよならは別れの言葉じゃなくて、どうしようかな、変えた方がいいな。カポカズもこれは知ってるでしょ。え、5ぐらいでやればいい。歌詞は大したね、あたえんと思う。さよなら別れの言葉じゃなくて、再び会うまでの地声で出してます、ファルセット。あても心寒いだけさ、このまま何時間でも泣いていたいけど、ただこのまま冷たい頬を
Everybody gonna move their feet, get down. Everybody gonna leave their seat. はい。OK! ボスじゃあ今年も頑張ろうぜ。はい。今年もお願いします。通れない。これやるの？頑張ったし。OK。あれ？それでは昭和歌謡でいこうと思います。2人でやるかと思ったから、まずはまず今日これいこうぜって言って今年これを、はい、くるくるちょっとちょっと待ってください、ちょっと待ってください、くしゃみが、みんな風邪っぴきですね。風邪っぴきってなや、私だけか。はいはい、懐かしい曲だって、ほらよしよし、さあこれ知ってる人いるかな、タイトル。ワン、ツー、スリー。 Do you?
味気のない毒、そんなものには興味をそそられないもん。思い通りにいかない時だって修正してたもんじゃないって。どうしたのと信じたいと願えば願うほどなんだか切ない。愛してるよよりも大好きの方が君らしいんじゃない。忘れかけていた人の香りも突然思い出す朝を思うと素直に喜びたいよ。ダイヤモンドよりも柔らかくて温かな未来手にしたいよ。限りある時間を君と過ごしたい。ありがとうと急に何の仕組みもなしでやってるんで、ね、大丈夫よ大丈夫よ。じゃあ、あずみの盛り上がったこれ本当に面白かった、はい、あずみ俺あれでも基本的にあれの俺実は大好きだからね、うん、それを見るのが好きだな。あの弾け方があるらしいあでも本当に全部覚えてきて本番前に振り教えてくれたんです。ここはこうやってこうやって一章ずつ右左ってとか言って、ね、いやこれはあの本当はなんかちょっと曲が違かったからああ構成が違かったからちょっと作った部分があった。さすがいやいや、はい、この歌は知ってる人もね、はい、多いかと思います。忘年会ライブで歌った曲です。Hello
初2014年の広報番組もスタートしました。2013年と同様に2014年の広報番組もよろしくお願いします。ここ目指して頑張ります。はい暗い気持ちさえすぐに晴れて、みんなでした。はい。はい。今年はなんかこんな世界観のアーティストをちょっと勉強したいっていうのある？こんな世界観、あ、はい、はい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 、はい、私は、うんうん、ライブ今年は、あ、ライブ、うん、ライブライブっていうか、うん、いいよ。ダンスと歌をどっちも取りたいんですよ。うん、ボアみたいになりたいです。あ、ボアね。いいと思うね。ボアの楽曲とかちょっと探したらいいかもわかんないね。いい感じのやつあるかもわかんないね。すんごいかっこいいボア。全然そこわかんないわ。アズタはアズタアズタはアズタアズタアズタシアっぽいね。アズタアズタアズタヒラッチヒラッチショータアズタショータアズタコンビ組んどる脚本演出アズタ主演、ね、翔太うちはどう、はい、誰だろうな。そのなんかライブやっていくとしたらな、で例えば見に行ったりとかしたいアーティスト、ライブを見て研究したい。あ、うん、でも海外のなんかアーティストさんは見に行ったりだと思ってて、うん、なんかすごい、うん、やっぱ自分では大きく振り付けしてるつもりでも、うん、やっぱ見てる人には、ね、やっぱちょっとしか動いてない風に見られて、あんまそういうのがあんまやっぱ慣れてないんで、やっぱその外国のアーティストさんの曲とかをやっぱ聴かせてもらったり見たりお前何よ、死んでる想像すげえ音、影全然隠れてないから、ね、いやちょっと大きいから、テスト中もずっと鼻水長かった。ディナーにもファンがつき始めたって言うと、はい、ごめんなさいはい、ということで、その外国のアーティストさんの歌ぶりとか、ね、面白いよね、確かに。あとは、うん、日本人のアーティストさんは、うん、ドリカムのコンサートに行きたいです、うん、パフォーマンスはすごいよね。パフォーマンスもそうなんですけど、今回ドリカムのうちが見た。だから陸前高田のドリカムの、うちが好きなところはやっぱ最後になんかその今の現状を歌にするじゃないですか、うん、絶対紅白でも最後はなんかオリジナルの、いつも違うんですよあそこ、多分俺見てないの、出だしだけで、うん、なんか最初のそのゆっくりのところをなんかライブ盛り上がっていきましょうみたいな感じで言ったり、うん、その歌で言ったりするんで、うん、それすごいちょっといいな、そういただきたいなと思って。馬を語るっていうことだな、はい、なるほど、やっぱりいい、そこいいなと思ってるわけだ、はい、いいですね。ちょっと DC がちょっとこんなにかんだ、こんなにいりますか。いりません。オークションで。ね、じゃあまずは、はい、受験をな、まずは何やしろよな。はい。はい。じゃあ、あ、41分だよね。もう一曲ぐらい歌おうよな。じゃあ。
何する？何がいいですか？なんか盛り上がりたい。ドリカム盛り上がりたいな。なんかギャーンと弾けるやつ。ドリカムをコピーしたいな。ちょっとドリカムもな。前ほのかが嬉しい楽しいです。あれやったの？あた私あの音好きなんですよ。でもできないですよ。うん。すんごい高いよね。うん、嬉しい楽しい。しい我がにしてるように思われちゃうから。違いますよ。あ、掃除さんに、リナトイレに行きなさい。笑い。ごめんなさい。あれは？描く夢が。ファイト。ファイト。いいんじゃない？自分たちにファイト。ファイト。ファイト行こうよ、ファイト。ファイト。ファイト。ファイト、ファイト。夢がすべて買うわけなどないけど、ちょっと待って、わかっているはずよ。ルルルルラ、空だってあたしが、あ、ダメだ、咳が出ちまう。出だしどうだったっけ、はい、重くなっちゃう。そうですね、はいはい、なんか違う、正面なんか違う、2個目の音が近くない？2個 A、 どんな歌、どんなんだっけ、最初は違う、ラーライラーライ、あーあーそうだ、ラーライラーライ、レイチェルレイナバージョン。
人で写真も撮ろう。懐かしいこの景色とあの日と同じポーズでおどけてみせてほしい。見上げる空の青さを気まぐれに雲は流れ、綺麗なものは遠くにあるから綺麗だろう。約束した通りあなたとここに来られて本当に良かったわ。ここに上がる気持ちがないんじゃないなら何がいいかわからないほど愛を込めて花束を大げさだけど受け取って、理由なんて聞かないでよね。今だけ全て忘れて笑わないで受け止めて持ってていないで。君がくれたもの、君と夏の終わり、将来の夢、懐かしくない？大きな希望。あ、私覚えてる多分。ずっと嘘だ。あ、あ、いい？まあ、出てこない。ずっと嘘だった。嘘だ。これ。恋人がサンタクロース。あれ？あなたに駆けれる。海沿いの道を歩いて、できるじゃん。大根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 、ちっちゃな君よ君よ、なぜなぜ黒い土から白く育つ。どうして？大根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 。あれ、どうも皆さん、初見からの番です。こんばんは。はじめまして。はじめまして。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。こんじゃらじさん。
ごめんなさい、あの違かったごめんなさい、こんじゃーじさん。じゃあやっぱり前で終わろうよ、せっかくだから。太鼓の部分これだけで我々はやっぱりさすが持ってきてるんじゃない、もしかしたら。ぶっちゃけて言って、ほら持ってきてね、用意するね。さすがだ、正月早々さすが。ちょっと前にして踊りもお披露目して。あと8分ですよ、はい、はいはい、踊りもやるんですか。はい、そうですか、はい、はずステーク最悪最悪全くさすがやで、まず、あ、ちゃんと持ってきてるの。こういう無茶ぶりばっかですね、本当に、はい、本当に。そのおかげで海外もできるわけ。今日はあんな自信がないな。すごいな、ちゃんとパッとまで持ってきちゃった持ってきてるのか。すごい。それでは初見さんがいるから子供地球サミットのオリジナル。じゃあ伊藤さん、今日はちょっと固定していいですか。ないよ、いつも固定しないから失敗しちゃうと思う。あ、じゃあ、はい、私がね、こうやってポッポッポッと、はい、どうぞ。すみません、ちょっとね、はじめ出まくりしないと。あとじゃあ、顔が出ちゃうんで、ちょっと低めな。あ、はい。あ、踊る時のことがあるのか。踊るんですか。踊るは、じゃあ踊りの雰囲気だけやろうか、ちゃんと同じバージョン。大丈夫じゃん、上に上げたらいいじゃん。行くね、まず立ってみて。立ってます。立ってるよ。まるで立ってる。顔しか見えない。お母さんに立つ。こうやって正月ボケだ。これで下のこれを消せばいいよ。ああ、センキューセンキューセンキュー。センキュー。少々お待ちください皆さん。新年初のボーダーレスです。いくで。あ、シェッ OK。 新年リーダー、なんだこう、なんとかジャージ。カズヤさん、こんばんは、初めまして。こんばんは。はい、じゃいくで。はい、ボーダレス、子供ボーダレス。去年はこれでシンガポール公演行ってきました。行ってきました。今年もよろしくお願いします。はい、ここには行くんです。はい、1、change every day, high in high, let's be now man.
オーケー、はい、よー、これマスク誰ですか？私ですか？前やってたじゃん。なんか落ちてたんですけど。はーい、はい、あ、椅子、はい、はい、よいしょ。はい、こんな感じで一番2014年はい、頭はい、2014年一番最初の放送をこれにて終了いたしたいと思います。はい、はい、この後終わった後すぐに、はい、受付やってくれたブッチいるじゃん。今日ブッチの誕生日なんで、この iPhone でちょっと撮ってもらう。はい、はい、OK、じゃあ今日はもうエンディングこのままでいっちゃいます。はい、はい、では、今年度も今年度今、はい、今年も子ども地球サミット子ども地球サミットもよろしくお願いします。よろしくお願いします。そして世界どんどん行くんで、はい、お待ちください。はい、それではでは、それではでは同じなの？あ、あ、いいんじゃない？ちょ、待った。じゃあ今日が最後にしますか？そうですね。じゃあ2014年最初で最後の新しいコール、はい、新しいコールを考えていきたいと思うので、はい、最初で最後のコールになります。はい、画面の皆さんも一緒にいいですか？はい、はい、あれ清水さん、はい、何ぐらいいるのか？はい、いきます。はい、あず、りな、バイビー。